ということで、本日我々が手にしているのは、ね、世間を賑わしている卵ですね。卵、はい、卵で作るテーマなんですか？目玉焼きですね、はい、ということで今回は目玉焼きの食べ方をいろいろとお話ししていければと思います。カンバセーションです。カンバセーションですね。実は最近食べてないですね。なんか遠ざかった理由あるんですか？おじさんになったからですか？ちょっと卵を割って目玉焼きを焼くような気力すら朝ないみたいな。そうですね、時ありますよ。目玉焼きってなるとだからすごく何いろいろ食べ方もあると思うんですけど。いや、ありますよ。さらにもう掘り下げちゃうとご飯なのかパンなのかとかね。ああ、そうですね。美味しんぼのアニメで目玉焼きの食べ方に関する学会みたいなのが開かれてます。そんなのがあったんですね。でそこにあの山岡志郎がこう、はい、招かれて行ってた回が確かあったんですけれども、はい、ご飯糖とパン糖が分かれて激しく言い争ってるんですよ。まあ、パン糖が目玉焼きを作った後あの皿に乗せると皿が冷たいと目玉焼きが冷めると。なるほど。だから焼いた目玉焼きを焼いたトーストの上に乗せたら保温もできていいじゃないかみたいなことをプレゼンするんです、はあ、そうするとそこですかさずご飯糖の人が目玉焼きはパン食民族だけのものではないって。パン食民族って何ですか？もうあの細かなエピソードは覚えてないんですけど、僕ずっとそれが忘れられなくて。ちなみにそのパン食民族だけのものではないってこう言い放った後に山岡志郎が、じゃあ丼のご飯に乗せたらいいじゃないですかって言って、なんかこう丸く収まっていくっていう、まあそんなストーリーだったんですよ。ああ、確かにほかほかのご飯の上だったら、まあ、トーストに乗せるんだよね。同じ同じですし、うん、まずちょっと私と違うのが、熱々のご飯に目玉焼きをのけないです。お、え、熱々のご飯にってわざわざ言ったってことは、はい、何が違うんですか？冷やご飯です。冷やご飯、少し冷えて固まったご飯の上に乗せて食べる。熱々の目玉焼きで少し、まあ、半熟気味の目玉焼きじゃないですか。 あれを、まあ、割るじゃないですか。そうするとご飯に馴染みますよ、ね。はい、その時にほかほかのご飯すぎるとうまく馴染まないんですよ。黄身が、黄身がちょっと、まあ、火が通ってしまう。はあ、っていう若干のこだわりがあるんです。なかなかのこだわりですね。僕は特にこうそこのこだわりはあんまりないですかね。ちなみに何かけて食べます？私醤油ですね。あ、僕も醤油ですね、はい、そこは。じゃあ私の場合からですけど、適当に熱くなったら適当に卵を入れますと、で適当に、はい、水を入れて、はい、蒸らします。白身はしっかり火が通っていつつ、黄身は上はトロッとしててほしいんですけど、はい、下はある程度火が入っていると嬉しいなみたいな感じ。なるほど。だからぼんやりしてるとよく失敗しますね。ね、火加減がかなり重要。そうですね。ですよね。ええ、重要です。いつもこれって強火でやるんですか？適当です。あ、感覚で。なるほど、なるほど。はい、さあどうでしょう。あれ、なんかそうじゃないですか？うん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 。なんかこれでまた水入れますよ。あ、やっぱりそこは同じなんですね。これ水入れます。はい。じゃばーっと。これ割とね、あれなんですよ。すごい複雑なのが。はい。さっきからご飯の話したんですけど、はい、俺片焼きも意外と好きなんですよね。その場合ソースなんですよ。ああ、なるほどね。硬いカチカチの黄身の上にソースかけて、はい、青のりかけて、でマヨネーズかけて、はい、で最後カツオ節さっとで、もう完全に広島焼きじゃないですか。もうそうです。お好み焼きご飯。そうですね。あ、しっかり焼けてますね。2人分で揃いました。はい、完成しましたね。はい、同じですね。同じぐらいですね。同じぐらいですね。仕上がり方は、うん、真似しました。真似しました。これがなんかあれなんじゃないですか。そのちょうど真ん中のグリーなんじゃないですか、ね、一番多いっていうんですか。あ、スタンダードなグリーですね、うん、はい、じゃあちょっとこれを食べていくんですけど、はい、ここですよね、違いが出るとしたら。醤油の楽しさ、ここに見える黄身に穴を開けます、はい、そしたらここに、はい、うまいですね、その入れんの。醤油を黄身に刺します、はい、そしたら黄身は傷つけずに、はい、周りの白身をちょっとこうディップしながらいただきます。ほう、こうして先に周りの白身だけをいただいてしまいます。ほう、なるほど。お上品じゃないですか。お上品でしょ。ほう、で最後に残ったこれは、はい、まあ、ご飯にのせたり、
もしくはこのまま一気に。あれちょっとここまでご飯に乗せないってことですか。乗せないです。今のご飯の上の想定じゃなくて。はい、これお皿の上の想定です。え、今の君だけ乗っけるんですよ、ご飯に。はい、もしくは今の天候のまま食べば。で、この食べ方、皿が美しいんです。確かに。お分かりいただけるでしょうか。はぁ、納豆ご飯とかも納豆の粘りを茶碗につけずに食べたいなんです。お分かりいただけるでしょうか。それって、はい、なんだ、そのつけないとか洗い物を考える、それとも、なんか自分のこのなんかカタルシスですね。そこなんですね。そうです。なるほど、これが僕のスタンダードです。はぁ、それを初めて聞きました。その真ん中だけ残してそれをご飯に乗っけるっていうのは。あ、そうですか。白身の目玉焼きと卵かけご飯のこう黄身ご飯を、まあ、2度楽しめる。まあ、そうですかね。なるほど。私はですね、はい、ご飯の時はもう本当簡単ですよ。もうこれ普通に乗っけて何も意識せずこのまま醤油かけてご飯普通に食べただけなんで、はい、これ目玉焼きだけ食べる時は先ほど見たように穴刺しますと、はい、おお、そこは同じですね。同じです。こう、はい、もうここちょっと漏れてもいいぐらいですね、うんうん、そんな気にしないです、まあ、穴は一応目がけますけどね。はい、あ、でも入りました、ね、一応入りました、一応入りました。ここから全然違いますよ。おい、これをこのまま、え、このまま食べます。丸飲みじゃないですか。贅沢、その食べ方。そうすると綺麗です。ちょっと待って。待って、ゆっくりこう楽しむんじゃなくてもう一気にいく派なんですね。黄身残すってもったいない。ああ、黄身がね、一番だって美味しいもの。わかります。大小、まあ、様々ですけど、やっぱり違いが出ますね。これだからまた塩とかの人はまた違う食べ方になるでしょう。そうでしょうね。焼き加減も違うでしょうしね。果たしてどんなご意見をさせていただけるか、ね、楽しみですね。楽しみですね。今回は広く、そうですね、まあ、とりあえずは、はい、特にこう焼き加減とか、うん、調味料とかには限定せず、もうシンプルにもう目玉焼きの食べ方、うん、ということで、はい、もう皆様のフリーテキストでいいですね、はい、いいですね。思いをしたためていただいて、はいはい、それを我々がアナログで集計していくと。第5位までやれたらちょうど1パック分じゃないですか。そうですね。あとちょっと足も気になりません？なんかちょっと外れた食べ方。いや、確かにそれは気になるんですけど ね、 ね、なんかもう想像もしなかった食べ方ありますね、はい、地元の食べ方とか、はいはいはい、ご当地の食べ方。また逆にこんなこうご時世になんて企画をしているんだっていうご意見もある方はお寄せいただきたい、ね、はい、まあ、ね、ぜひ皆さんの食卓 の、 様子を教えていただければと思います、はいはいはい、どうぞよろしくお願いします。